じゃこんにちは。はい、ゆうたかさん、はい、今日は昨日の引き続き第2戦が行われました。まあ、オーストラリアとね、はい、まあ、結果は9対0ということ、はい、ね、まあ、あんまり参考にはならなかったような、まあ、今日の試合だけども、ちょっとね、第1戦もうちょっとね、どうしたのっていうような試合で、ね、第2戦はどうなるのかなとか思っていたら、まあ、10個以上のフォアボールを取ったというね、日本がね、うん、まあ、そういうことで9対0、まあ、一方的な試合にはなったんだけども、昨日は三振だらけ、今日はフォアボールが多かったという試合ですか。まあ、ね、うん、まあ、相手はね、相手はだから、まあ、相手は非常に、はい、ストレスの溜まったゲームじゃないかと思うんだけども、うん、ただまあ結果云々はね、はい、ともかくとして、はい、まあ、日本の戦い方はどうであったか、うん、それと4試合の戦った総評ということ、はい、まあ、何を課題にし、どういうことをね、考え、うん、やっていたかということだよね、はい、まあ、それが大事だから、まずはね、はい、それをちょっと振り返っていきたいと思います、はい、でまずは投手陣ね、まあ、今日の試合ね、はい、今日の試合で最大の注目ポイントっていうのは、はい、やっぱ佐々木朗希だったんだよね。うん、そうですね、はいはいはい、まあ、結果は4回投げて、まあ、59球、うん、で2つの三振ね、はい、奪三振、はい、これ2つちょっと少なかったけども、昨日のね、日本が三振をね取ってたところから、今日佐々木朗希投手はどうなるんだろうっていうところがあったんですけど、まあ、あったね、はい、で、まあ、楽しみでもあったし、はい、で、まあ、マックスが159キロ、はい、まあ、160は出なかったんだけども、うん、まあ、ただね、印象はね、オーストラリアのバッターやっぱ速いボールには強いね。なるほど、まあ、力負けというか、うん、そんなに、まあ、反対方向に振り遅れていくんだけども、はい、なんかこう力負けはあんまりしなかったなという印象があって、はい、で佐々木朗希を見てると、まっすぐはね、まあ、そこそこ投げてるんだよ、はい、でフォークがね、やっぱ抜けるんだよね、うん、で、まあ、スライダーを1球投げたぐらいで、ま、うん、っすぐとフォークが割合的に半々なんだよ。だからいつもの佐々木朗希のピッチングからするとフォークがすごく多いなっていう印象は受けたんだけども、はい、ただね、やっぱり見ながら感じたのは、はい、やっぱテレビの解説も言ってたけど、はい、なんて言うんだろう、やっぱフォークのかかりというか、うん、やっぱこう国際球だからちょっと指のかかりとか、うん、それがちょっと滑るんだろうね、しっくりいってないんだろうね。なるほど、うん、まあ、そのあたりっていうのはね、ピッチャーが変化球を投げるにはとても重要ですよね。重要、ものすごい重要、うんうんうん、だからその人によってはあんまり気にしない、はい、逆にしっくりいくとかね、うん、別に気にならないよっていう人もいるだろうけども、はい、佐々木朗希の場合はやっぱすごく気になったんだろうね。なるほど。で、まあ、解説の松坂も言ってたけども、はい、やっぱ老人、うん、もう国際試合に合わせて老人バックもちょっと違うんだよね。なるほど。だからそこら辺の感触を確かめながらちょっと投げてたかなっていう。だからね、出来としたらね、まあ、佐々木朗希の出来、うん、まあ、その100とすれば5、60っていうようなところで、やっぱ腕の振りもね、しっかり振ってないよ。うん、うん、やっぱ感触を試しながらっていう。なるほど。でもまあ、あのブルペンでね、うん、その球も投げてて肩も作ってきてるんだからっていう人もいるかもわからないけども、はい、やっぱね、ブルペンと試合では全く全然違うから。なるほど。打者が立つとね、うんうん、で、まあ、そこら辺でそのフォークの抜けとか、まっすぐはある程度のコントロールが3、4回ぐらいからでき始めてるんだけども、はい、フォークはやっぱ最後まで、感触があまりつかめないまま降りたかなっていうような感じがするんだよね。だからまあそういう面では課題が見つかってすごく良かったかなという、はい、まあある意味収穫っていうことですか。まあそうだね、ね、なあの課題はここだということが分かったということで、ね、はい、ただ、はい、大したもんだなと思うのが、うん、落ち着いてるわ。うん、そう、感触が悪い中でも、はい、やっぱ抑えるもん、ちゃんと。うん、要所要所。うん、だからそれにはね、やっぱこう、5、60% の出来でも、うん、やっぱ相手を抑え込むだけの力は、やっぱ佐々木朗希にはあるんだなっていうのはね。すごく感じたけどもね、はい、だからまあ今日の出来からすると、まあ、春先にもし選ぶとしたら、うん、やっぱその感触をね、
自分のものに、しといてほしいなって思うよね。まあ選ばれて当然なピッチャーだし、はい、やっぱ戦力としてね、うん、やっぱ栗山監督も多分見てると思うから、うんうん、まあ、そこら辺の感触、はい、で、まあ、ロッテに戻って、うん、ロッテの監督が今日吉井ピッチングコーチとして入ってたけど、はい、まあ、帰れば監督だからさ、そうですね、まあ、そこら辺の調整は多分させてくれると思うけどね、うんうん、だからまあ、 本大会にちょっと期待をしたいなという、はい、ことはやっぱなんかね、圧倒していくピッチングを見たいよね。またできるし ね、うん、三振の山を築いていた、そうそう、俺全部三振取るんじゃないかなと思ったら先頭バッターにヒット打たれたからねあれとか思って、うん、結局ね、ヒットも、4本ですかね。4本だね、はい、で、まあ、フォアボールが1つということで、そうそうそう、はい、まあ、エラーも途中で絡んだりだったとかして、うん、まあ、ランナーを背負う場面っていうのはまあまああったんだけども、はい、やっぱり要所締めに行くよね、しっかりね、うん、はい、まあ、そういうピッチングでした。はい、でね、投手陣の総評とすれば、これはもう強化試合全体を通してですね、全体を通してね、はい、で重要な第2先発、これ悩んで第2先発が必要かっていうのはもう皆さんね、もうご存知のように、うん、球数制限があるから、なるほど、先発した後受け継いだピッチャーがやっぱこう中盤を投げていくわけじゃない、うん、やっぱこう難しいよね、うん、第2先発っていうのは。なるほど。で1戦目日本ハム戦に高橋宏斗使った、うん、でね、今から思うとね、やっぱボールの感触っていうのを確かめながらそのスプリットが多かったんだけども、うん、そういうの試してたのかなっていう感じがしたよね、うん、でもこのピッチャーはやっぱまっすぐ速いし、うん、力があるし三振の取れるピッチャーだから、はい、まあすごいいい働きを見せてくれたよね、うん、で宮城は対巨人戦ものすごいテクニックがあるよね、うん、やっぱ遅いボールを使いながら、ね、相手を翻弄していく、うん、ただ巨人戦に投げた時は若干疲れてるのかなっていう印象はあったんだけども、うん、やっぱ低めにボールを集めるしね、まあ、大したもんだなというふうに宮城も思った。はい、で昨日戸郷が今永の次に投げたんだけど、はい、戸郷はやっぱボールの心配って全くいらないような感じだったね、うん、で真っ直ぐはやっぱこう走ってるしさ、やっぱフォークもしっかり落としてたし、うん、だから戸郷も第2先発ということ、まあ先発でみんな使えるピッチャーなんだけども、はい、贅沢だよねこのピッチャーが第2先発に来るって、うん、まあ相手もたまったもんじゃないと思うけども、はい、やっぱ戸郷も三振の取れるピッチャーだけに、まあ安心して見てられるというか、うん、まあそんな感じがした、はい、で今日は高橋奎二、やっぱりボールに力があるよね、うん、で投げっぷりがいいし、うん、まあ三振を結構取ってたけども、うん、高橋奎二もすごく収穫があったと思うんだよ、はい、だからそういう意味ではやっぱこの強化試合4試合を見てね、うん、やっぱ第2先発を誰にするかっていう、まあ、先発ももちろん第2先発っていう、うん、可能性があるんだけども、はい、どの人を取っても両方できるというような、うんうん、でよりリリーフ、これはリリーフになっちゃうからさ、はい、先発じゃなくて、うん、だからそれに合うような人をこう見つけよう、どういう適性があるかな。なるほど。みんな適性があった ね。だから言うことがない。いつも普段は先発を投げている投手陣が、うん、こうリリーフとして投げるっていうのは、うん、やっぱり何かやっぱリズム的に違うよね。あと心理的なものとか。心理的なものとかね。はい。だからそのゲームがどういうふうな動き方をしているのかとか。はい。でもみんな動じないね。うん、だからすごく頼もしく見えたね、うん、じゃあもうあれなんですかね、こうフラットな状態、自分が普段先発で投げる時と同じような心理状態で、うん、第2先発ということでリリーフでも投げてるっていうところなんですか ね、うん、そうだね、やっぱりみんな自信があるんだよね自分にね、うん、だからそういう面ではすごく心強かった、うん、だから何も言うことがなく、まあすごくこの第2先発っていうのを注目して 4試合見たけども、はい、あ、なんだ心配ないなっていう風なそんな感じだったね。ということはもう本当に誰が先発をしてももう今回第2先発だった投手陣で先発で投げた投手、うん、誰が本当に先発になっても心配はない感じ、ね、心配はないよね。だから球数制限があるから、うん、まあ、第2先発っていうことを用意してるけども、はい、でも本大会になると第2先発って言ってもイニングの頭から行けるっていうことはないからね、うん、イニングの途中で行く可能性もあるわけだから、ね、うん、だからまあそこら辺の慣れっていうのはね、うん、心の準備とか、まあこの人たちだったら多分できると思う、うんうん、だからまあ
ピッチャー陣はなんかあまり心配はないなっていうようなね、はい、まあそんな感じはしました。はい、はい、ということで攻撃、はいはい、はい、攻撃、はい、ね、まずバッター陣、はい、目についたのが、はい、これはあのよ良かったポイントというか、そうそう、この今大会じゃない、今4試合ね、4試合の強化試合を通しての総評ですね。まあ、はい、今日も含まれてるけどもね、うん、でまずボール球を振らないわ、うん、やっぱね、みんなボールをしっかり見れる、なるほど、うん、だから無駄にボールを振って相手を助ける場面っていうのは、うん、そんなに多くなかったし、うん、だからそういう意味ではすごくやっぱり優秀だなっていうのをまた改めて感じさせてくれたということ、うん、はい、でホームランでの破壊力、うん、ね、やっぱ村上を代表にあの牧とかね、はい、そうホームラン打ってるけども、やっぱホームランでこう点を取るとか、うん、やっぱり一気に同点に追いつくとか、うんうん、まあ、そういう試合を見せてくれたけども、非常にやっぱりホームランっていうのはやっぱこう試合の流れを変えたりだとか、はい、あの雰囲気を変えたりだとか、まあ、そういう意味ではそのホームランも適度に出て心強かったかなという、うん、で3番目に盗塁、多く仕掛けてるよね。でオーストラリアのピッチャーってクイックがあんまりできてなくて、うん、まあ、その間にどんどん走ったんだけどもさ、まあ、本大会でもそんなに今できないものが急に春先できるようになるかというと、うん、まあ、そんなこともなくて、うん、やっぱり優秀なランナーがいるということだよね、はい、まあ、塩見でも近本でも、うん、まあ、中野とかさ、うん、まあ、西川も走る場面とか見せたし、はい、だからそういう意味ではすごく盗塁、うん、日本の細かい野球ができる一つのポイントだよね、はい、うん、まあ、今日でもね、いい攻撃があったのが、はい、塩見がフォアボールで出たのね、あ、レフト前で出たのね、6回に、はいはい、でスチールを近本の時に決めたの、うん、でノーアウトランナーセカンドを作って、はい、で近本が走るまで待ってくれてるんで、でも追い込まれちゃったのよ、はい、でもそこからどうするかなと思ったら近本優秀だな、引っ張ってセカンドゴロ打って、うん、進塁打を打って、うん、ワンアウトランナーサード、はい、塩見を置いて、途中から周東が3番に入ってるんだけど、うん、レフトに打ち上げて追加点を取ってるわけよ、うん、だからこういう攻撃を見せてくれるとさ、うん、やっぱすごく頼もしいよね、うん、だからそれの中でも盗塁が生きてる、うんうん、ね、なるほど、はい、はい、で積極的な走塁、はい、ね、で今日でも、うん、何回だったかな、あのね、ライトフライが、うん、ノーアウト1、2塁からライトフライが、うん、あ、そうだそうだ、9回だ、はい、岡本がフォアボールに出て中野がセンター前ヒット、はい、でね、ここ甲斐なんだよね、甲斐がライトにファールフライ打ったんだよ、うん、で相手が取ってくれたのを見て岡本はタッチアップ、うん、でタッチアップした岡本に対して送球が返ってくるのを見て、うん、中野がセカンドに行ってんだよね、うん、うん、こういう走塁ができるっていうのはさ、すごく隙がないし、うん、その後ワイルドピッチで2人が生還してるんだよ。そうでしたね、うん、だからそういう意味では積極的な走塁とかね、うんうん、まあ、そういうものがすごく効果的だなって、うん、で必ず国際試合っていうのはこういう積極的な走塁っていうのはなんていう勝敗を分けるポイントにも なりかねないんだよね、うん、だから即席のチームにしては、はい、よく走塁とかも、うん、しっかりみんな意識が高くやってくれてたよね。そうですね、だからすごくああやるなとか思ったよね、うん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 、でここまでこうなんていうの、そういうことを多分言ってきたと思うんだよね、はい、首脳陣が、うん、だからそれを選手が表現できてるっていうことを考えるとやっぱり意識が高いなっていうふうに思ったよね、うんうん、楽しかった。で状況判断って書いてあるけども、はい、まあ例えば、うん、ランナーがサードにいて、まあ、同点でもいいって相手がね引いてる時にバッターって結構打ちにくいんだよね、うん、外野フライを打ちに行くか内野フライを打ちに行くかとかさ、はい、まあ、そういう時に、まあ、山田もそうだし岡本もそうだけどもさ、うん、センター方向に、まあ、深い位置にゴロでもね打ちに行ってるんだよ、うん、まあ、それが山田は内野ゴロになって1点を取り、岡本はそれが抜けてってヒットになって点を取ったんだけどもさ、うん、そういう状況判断もできてるし、うん、だから非常に
なんていうのかな、無駄がなかったなっていう攻撃にね、そんなに。だからまあノーアウトランナーセカンド、佐藤がねバットを折りながらでもライト前に無理して打ちに行ったとか、まあ大江がねピッチャーで、はい、状況的には引っ張りにくい状況だったんだけどもっていう、まあ近本も今日そうだけどもね、まあさっき話したけども盗塁を助けて自分が追い込まれて自分が進めるというね、まあそういう状況判断。今日も外野フライのシーンがあったんだけども、はい、やっぱりシュートは反対方向に打ってるし、うんうん、ね、打ちやすい方向に打ってるというかさ、打ち上げやすい方向に打ってる、それも全て状況判断だと思うんだけども、うんうん、そういうことができてる日本チームっていうのは、うん、いいなっていうふうに思ったね。だからまあ、はい、得点差は関係ないって言うけども、はい、でもやることをやっとけばやっぱり日本の選手たちって優秀だし、うん、そういう点に気がつけばなって言ってるよね、うん、あれいつの間にこんな点が入ったのっていうような、うん、そういうこうコツ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 、まあ今日はホームランなかったんだけどもさ、そういう点の取り方ができたっていうのも一つの収穫だったかな、うん、それにも状況判断ができてるという。なるほど。だから非常に今回のメンバーっていうのはやっぱアピールしなきゃいけないメンバーもたくさん入ってたと思うんだよね、本ちゃんに向けて、はい、うん、まあ光ったのは、まあ、オリンピックとか前回の WBC とか入ってる選手は除いて、はい、初めて来た選手の中で言えばやっぱ牧、うん、はい、がやっぱり守備も光ってたしね、うん、トリプルプレーを完成させたプレーなんか見事だったし、はい、あとは塩見、うんうん、やっぱり選手が一番に入るとなんかチームが勢いづくというかさ、うん、で近本やっぱその耐久していってちゃんと仕事してくれる、なんかああいう姿勢を見せてくれると、ああ日本の野球だなっていうのも感じさせてくれるしね、うん、あとはやっぱ岡本、うん、岡本も悪い、ホームランを打ちたい、大きいの狙いたいっていうこともあるんだろうけども、はい、状況に応じて、まあ、状況判断がしっかりできたバッティングをしてくれたっていうね、そういうことを考えると、まあ、そういう選手たちがすごく目についたね、うん、投手陣はどうですか。投手陣はね、やっぱこう高橋宏と、うん、まあ、佐々木朗希も筆頭なんだけど、はい、高橋宏と高橋奎二、うん、まあ、宮城、うん、まあ、東郷も初先発、初選出だったんだけど、若い投手多いですね。いや若い投手はいいし、まあ、大勢投手も、あ大勢もいいな、動じないな、全く度胸が座ってるというか、はい、いい度胸してるよね、うん、だからそういう意味ではすごく頼もしく、うん、まあ、移ったこの4試合だったけどもね、はい、まあ、春に、うん、3月に本番を迎えるけども、うん、まあ、その時にだよね、初めてそのチームになるというか、まあ、連携プレーだとか、はい、そういう細かい作業とかね、サインプレーだとか、うん、いろんなことが、まあね、残されてるけども、うん、でもきっとこういう4試合っていうのは無駄にならないと思うしさ、うん、だから誰を選出するのかっていうのが、そこですよね、もう楽しみでしょうがないね、うんうん、この今回はね、もう、うん、初めての強化試合で指導した感じでしたが、うん、また新たにその時にはどういうチーム構成になっているんでしょうか。まあそれが楽しみだね、はい、まあなんていうのかな、本当にみんないっぱいアピールしてくれてたしね、うん、でやっぱ代表に入りたいんだなとかいろんなことを感じさせてもらったし、うん、だから、まあ、今年プロ野球としての試合っていうのは多分これが最後だったと思うんだけども、はい、まあいい締めくくりがね、うん、できたし、うん、来年の3月の 本大会に、まあ、期待が膨らむというかね、そうですね、まあ、そんな感じがしました。まあ心配な材料というより安心材料が多かった。でもね、安心はできない安心は絶対しちゃいけないから、まあでもなんかこう勇気が湧いてくるような4試合の強化試合だったね。なるほど、はい、はい、まあ期待してますね。はい。はい。